スペイン産のアラレイシの三連総称。三方向の乗船が見える。アラレイシは炭酸塩鉱物の一種。化学組成は過去酸、結晶系は社宝商系。アラレイシグループの鉱物。スペインアラゴン州周辺で総称が多く出たことから、アラゴナイトと命名された。鍾乳洞においてはサンゴ状の鍾乳石となることがあり、山ンゴと呼ばれている。 二枚以外の殻の主成分。比重2.9。モースコード4。液界は一方向である。六角中状の三連相性になりやすい。化学組成は崩壊石と同じだが、異なる結晶構造を持つ。常温常圧では、崩壊石の方が安定である。このため、もともと荒れ石として生成した結晶が、長い年月の間に、 アラレイシカリ症の崩解石となっている場合がある。空気中で加熱することで、崩解石に相転移する。崩解石より比重が大きいため、高圧下では、崩解石より安定となる。また、上圧下であってもマグネシウムイオン、硫酸イオンなどの存在下で生成する。崩解石がマグネシウムなどのカルシウムより、イオン半径の小さい物質を不純物として、 含みやすいのに比べ、アラレイシは、ストロンチウムなどのカルシウムより、イオン半径の大きい物質を含む傾向がある。ヒザラガイは、アラレイシを取り込んで目を作る初めての動物だと、判明した。ありがとうございます。